します。お願いします。毎日頑張っていきましょうということで。頑張っていきましょう。はいはい。部活とかさ、やってた子とかは夏もう定番だよねこれ。定番だねアイスボックスって言ったらね。うん、まあちょっとまあ違う種類。変化球で、濃いみたいなね。いやこれさ、今なんか。バンドマン、バンドマンの間で結構流行ってる。なんでゴミあんの俺らのゴミじゃないかがある場合はな、それは中が氷になってて、はいはいはい、なんかこれだったらグレープフルーツ味の氷なんですよ。そうそういう風になってるね、アイスボックスでね、うん、そこに、まあ、モンスター、まあ、エナジードリンクを入れると、うん、なんかめちゃくちゃ美味しいみたいな。で皆さんむしろレッドブルの方が人気らしくて、そうだね、まあ僕たちらしくやっぱまあじゃあモンスターでやってみようと思います。別に提供がついてるわけではないです。あ、それはもうあれから来ない。グレープフルーツみたいな味するからあると思うね。あ、いいよ、そうしよっか。うん、じゃあ開けていきましょう。はいはい。夏いいね。夏いいよね。でも最近暑いもんね、本当に。はい、ここね入れていくわけですよ。後ろにいる分回して。はい、はい、よりそうね。あ、うまそう。だから冷えるっていう良さもあるよね。そうだね、こんな感じよ。もうこれひたひたに入ってるみたいな。だから何のジュースでもいいです。そう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 、氷に味がついてるってことだから。そうだから美味しいんだね。合いそうなジュース自分で探してきて。はいはいはい、はい、じゃ あ夏休みちょっとね、僕ら YouTube 頑張るんで。はい、じゃあ乾杯。うまっ。いや、構造上ヒット口も入ってこなかった。なんで。いや、わかんない。押した方がいいかも、これは。氷は食ってなかった、今。お前もだよ。お前もじゃん。いや、モンスターうまいなと思って。いや、うまっ。これすごいよね。パックとかでも氷が入ってるとさ、薄くなっちゃうじゃん。それがないよね。で、なおかつ、そのモンスターの味、うん、の後に噛むことによってさ、二度味が楽しめるみたいな。これいいな。うわ、流行るわ。だけど美味しいわ。落ちてるじゃん。嫌な気持ちになる。なんで嫌な気持ちになるんだよ。じゃあ俺らでやってください。はい、いいんじゃないですか。俺全部飲んだいから。いや、飲むから大丈夫ですよ。飲まないと思われるの。飲むと思う。捨てると思われるの。捨てるわけないからね。普通の家庭に育ってる人は捨てないでしょ。だって俺ら金なさすぎて、これも食費こぼしまくってんだよ。こぼしまくってんだよ。こうやんでやんでってなんで。はいはい、以上今日の三つ葉山本の。今なんか話してる途中だったよ。え、なんかない。何か、いや、お前なんか今話そうとしてたよ。はい、以上、今日の水溜りボンドは、はい、アイスボックスにエナジードリンク、うん、まあ僕たちの場合はモンスターを入れると、はい、まあ美味しいっていうのが今流行ってるらしいので。そうね、見ました。だからこれだけで食べないっていう新しさ、ね、そうだね。うん、まあ、麦茶とかどうなの。絶対もう麦茶まずいよ。美味しいと思われる組み合わせでやってほしい。でポカリとか、うん、炭酸はちょっといいと思う、うん。はい、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、ありがとうございました。また明日。あとは、まあ、お金はもちろん払う。はい、で、引くとき引くんで。いや、引くとき引くってなの。いやいや、違うなって思ったらやめる。怒られたらすぐやめよう。はい。はい、じゃあやります。はい、ちょっと今日ね、そういえば